ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、何かしらストーリーが進むのかな？どうした？マリオさん、緊急です。大きな声ではあれなので、これを。キノピオとランデブー、何それ楽しそうですけど。私見たんです。親方が居眠りしている間に、赤キノピオが連れ去られたのです。親方が気づく前に、赤キノピオを連れ戻してください。受付キノピオ。キノピオを一人引き連れたままゴール。やばいやん。さらわれた。いや、もう気づいたよ。赤キノピオがいないことには。それではお願いします。てか、それは親方に言った方がいいんじゃないの？サボりじゃないんやもんね。キノピオとランデブー。キノピオを一人引き連れたままゴール。よし、行きますか。ポイーン。あ、びっくりした。何がおるんかと思った、一瞬。届かんかった。もうちょっと行った方がよかった。キノピオとランデブー。キノピオを一人引き連れたままゴール。大丈夫です。行きます。キノピオを一人引き連れたままゴールね。ちょっと待って。めっちゃ邪魔。はい。ください。それください。お店みたいやけど。えい。うわっと、びっくり。ちょ、君ら。よし。おいで、赤キノピオ。ピノキオってやった。よいしょー。危険やけん。あ！びっくり。ちょっと危険やけん。そこの10コインは見逃しました。あれ、倒せるやつ？あ、倒せん！落ちた。あんまりちょっと惑わされん方がいいね。キノピオとランデブー。キノピオを一人引き連れたままゴール。てか、意外とね、ここ、かかってしまっているな。ね、きっついね。もうちょい。は。もうちょい楽勝でいけるかなと思ったんだけど、そんなこともなく。はっ、よいしょー。はっ、はい。もうちょっと強く。はい、はい。やった、ワンナップ。嬉しい。あ、ここはワンナップじゃなくてファイヤーなんですね。ちょっと待って。はい、でもワンナップ増えたのは嬉しいよ。だいぶこれで下がったら行こう。よし、ちょっと、あー、待って、嘘でしょ。え、ここからいなくなるとか嘘でしょ。ちょっとやめてやめて。キノピオに当たったらいなくなるのやめてほしいんやけど。キノピオとランデブー。キノピオを一人引き連れたままゴール。くっそー。キノピオノーダメージ。お願いします。お願いします。だって勝手にぶつかられた分はさ、知らんやん。いや、キノピオお前もうちょっと頑張れよってなるし。なるし。よいしょ。あ、危ね。あー、危なかった、今のー。はい。はい。はい。オッケー。いい感じよ。はい。おっと？はい、いいぞ、いいぞ。あれ？お。ふぅ。やめてこないで。頭から来ないで。違う、キノピオ、君もさ、ファイヤーキノピオとかになれよ。そういう仕様ないんすか。ちょ、上がれない。ふぅ。さあ、こっから先だ、頑張ろう。さあ、行くよ。はい。跳ねて跳ねて。ちょ、待って、これめっちゃ危険なやつじゃない？あ、でも。ちょ、待って。いや、キノピオおらんくなったし。無理やろ。
もうちょっと冷静に。キノピオとランデブー。キノピオを一人引き連れたままゴール。あの辺で一旦さ、中間欲しいよね。でもまああれなんかな、もしかして。中間とか、いや、ないわ。もうすぐゴールだし、ぐらいの感じなんかな、あれ。なんかそんなような気もするんよね。まあ、ね。星にやし。よいしょー。怖っ。へい。くせい。はい。オッケー。はい。はい。いくよ。オッケー。ふぅ。危ない危ない危ない。あっ。壁に近すぎて逆にいけない。これスリスリしようね。壁キックをこんなところで。よし、オッケー。行くよ。お、いい感じに。くそ、チビになってしまった。ああ、もうゴールなんじゃない？あれ。違う？なんかぽくない？ぽいよね。キノピオとランデブー。キノピオを一人引き連れたままゴール。いやでも結構、進めるようにはなってきた気がするんだけれど。どうかしら。どうかしら。ででで。はい。へい。へい。よいしょ。いくよ。あ、はい。オッケー。結構いい感じなんじゃなかろうか。うん。ね、前よりもいい感じにサクサクっと掘れるようにはなってきたと思うんだけれど。おっと、危なっ。トゲが怖くて進めないです。はい、この次行こう。はい、これで、ちょっと待って、これで、あと、はい。とりあえず、あ、待って。はい。進みます。はい。やるね。あ、やめてよ。ここまで来てやめてよ。次行こう、次。はい。あー、ゲッターゴール！ほら、もう下の方でもいいよ、全然。全然いいよ。やっぱりここゴールやったんや。さあ、やっとこそ赤キノピオを連れ戻してきたよ。ふぅ。これで無事復活？おお、帰ってきた。どこかしらから帰ってきた。赤キノピオを助けた。お帰り赤キノピオ。結局誰にさらわれてたの？謎。マリオさん、赤キノピオを連れ戻してくれてありがとうです。それにしても今回のこと、親方は全く気づいてないようですね。それでは引き続き、コイン集めの方を張り切っていきますよ。でも赤キノピオがおらんかったことは気づいてるけどね。今のお願いこんな感じです。小さな星の大決戦。重力の小さな星のクッパジュニアを倒してください。道中は B を押しながら敵を踏んでスーパージャンプ。クッパジュニアに踏んで倒せますのでよろしくお願いします。星を見るもの。ん？クッパジュニアを倒せばいいの？それでは行ってらっしゃい。最終的な目標はクッパジュニアを倒すこと？小さな星の大決戦。ちょ、なんかふわふわしすぎて変な感じが。はい。
えい。あ、別に大ジャンプせんでも全然大丈夫やった。よいしょー。はい。はい。ん？これは上に乗っていかんといかん感じやね。はい。てい。え、これいけんくね？ちょ、待って、助けてー。あー、これいけん！一回でいかんといかん、向こうに。あ、ここやるの難しくない？小さな星の大決戦。お。キノコをください。はい。オッケー。よいしょ。お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 。よし。で。あー怖い。次ー。あー怖かった今。あぶねえ。さあ行くぞ。ほい。やっぱり別にね、こう、何かしら。あーでも行けそう。あ、やった中間。なんか月が来たけど何？え、なんか月来た。あー。攻撃してくるやつやあれ。太陽と同じように。なるほど。小さな星の大決戦。ああ、でもこの中間からというのが、ああ、救いだわ。あ、待って、これ。あれやん。やめてくれる？ちょ、待って。攻撃してこないで。ちょ、待って、あれ。あっこのさ、はい。そう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 。よいしょ。え？何が出たのさっき。あ、キノコや、キノコ。え、待って、落ちていくキノコ。やめてー。上に乗った方が良かったか。小さな星の大決戦。ちょ、マジで慎重に行きたいね、ここ。はい。ちょ、待って。はい。このキノコがすぐにゲットできればいいんだけど。くっそ。くっそ。は。何今の？何今の？何今の？なんかなった？あ、ほら。クッパジュニアやろ、君。やった、キノコ！ピンチピンチピンチ。怖い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 。あ、削れるんや。危ない。ちょ、やめて。ちょ、ちょ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 。あー、ちょっとそれ危険、それ危険、それ危険。え、でもあれなんや。音楽このまんまなんや。めっちゃ平和な音楽ですけど。待って待って待って、来ないで来ないで。あとちょっとやん。頑張ろう。小さな星の大決戦。よいしょ。ん？あの月は当たっても大丈夫ってこと？攻撃じゃないの？はい。お。何あれ？あー、キノコが出たやつか。それすらもなんだかよくわからなく。よいしょ。あの、そこの、キノコが欲しいです、私。はぁ！キノコを失っ、なんてことだよ。いや、しかしこっちにキノコあるからな。いけるはず。じゃあやめてよ。あ。怖い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 。よし。向こうから上がった方がいいか。え？やっつけた。そんな裏技みたいな勝ち方ありなの？月は味方なのね、私の。ちょ、待って、怖いんですけど。私こんなところで終わりたくないよ、別に。こういうところで終わるのは嫌よ。だ絶対これ、ほら。ね？ゴールー！ふぅー。あ、こ
これノコノコにぶつかってポリッとかなったらもうね、最悪やん。イエーイ。あれってか作るのはどんな感じになったん？もっとコインがいるんや。なるほど。今のお願いはこんな感じです。赤ヨッシーのプクプク退治。夜空にプクプクを置くと空を飛ぶみたいだな。試しに赤ヨッシーを使ってプクプクを25体倒してくれないか。 Y のファイヤーでもいいし、マントで B を押しながらゆっくり踏んでもいいぞ。父でもある戦士。ではお気をつけて。パパス的な感じ。赤ヨッシーのプクプク退治。プクプクを25体以上倒してからゴール。ふんふん。よし、行きますか。来いよ、ヨッシー。はい。マント、マント。はい。オッケー。さあ。マントで、ゆっくり降りつつの、当たってね。マントでゆっくり降りつつの炎を吐いて攻撃するという、めっちゃいい感じじゃない？ちょ待って、ヨッシーどこ行った？ヨッシー、あ、おった。ジェシー、ヨッシー、落ち着け。さあ2周目行くぞ。あと10体。でも1回で15体いけとるけん、まあいけるでしょ。これ、この2周目でいけるやろ。ふわ。ちょ待って、いきなりおらんくなったけど。どういうこと？あ、おった。10コインも取れたし。オッケー。あ、待って。よしー。痛い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 。よし。あ、よかった。混乱はしてないんやね。落ちただけやけん。はい。じゃ、今回、1体しかやっつけれんかった。ブクブク。3周目いこう。マントをください。オッケー。よし、行くよ。さあ、ふわふわふわー。ふわーっとマントで降りつつの。あ、やばい。マントで、痛い。え、当たってないし、しかも。てか、あれやん。ヨッシー使う必要ないやん、これ。ねえ、ヨッシー使わんでも普通にカウントされようんやけど。ありなんすか、それ。あ、マントがなくなった。マントがなくなった。4周目行こう。あとちょっと。ふぅ。行くよ、行くよ。はい。行きます、4周目。あ、くわー。よし、もういいや、こっちでまた生まれるのを待とう。あと2匹。ちょ、あと2体よ。よし、はよ、行くぜ。ぷくぷく、あと2体いけるやろ。あと2体やったら全然余裕で。なんであれ当たらんの？私にはもうめっちゃ不思議でたまらんねえけど、なんであれ当たらんの？いけた！もういけるよ！もういける、もういける、もういける。ほら、ゴールしよう、ゴール。ちゃうの、助けて。助けて！はい。待って。ゴール！目1秒、やば。めっちゃギリギリやった。めっちゃギリギリやった、やば。
一体多く倒したわ。イエイ。ふぅ。でもあれやね、赤ヨッシーでプクプク退治って言ったけど、マリオでプクプク退治でも全然オッケーだった。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか星一つのやつは基本的に、なんて言うんやろ。ミニゲーム的な感じの要素やね。楽しい。